皆さん、ご無沙汰しております。今日も、ライザナトリエ3をやっていきましょうか。で、今日のテーマとしましては、無料アップデート、そして、無料ダウンロードコンテンツ。で、すでにこちらの具体的な内容が、明らかとなっていると。まあ、そういったところで、今日は、こちらの無料アップデート関連、紹介していきましょうか。で、なんとね、内容がかなりモリモリなんですよ。ではまずはこちらからご覧いただければと思いますね。で、内容としましてはこちらとなっていて、まず無料アップデート、そして無料ダウンロードコンテンツ、こちらで分かれていると。で、ダウンロードコンテンツとアップデートっていうところでどういう違いがあるねんってところは置いといて、まあとりあえずスケジュール的にはこのような形になっていると。で、直近で控えているのが、こちらですね。具体的には、フォトモードスペシャルアップデート、そして、ラムロースト、2、3、4、5っていうところで、こちらの2点が追加予定となっております。で、これのいいところとしましては、有料ではなくて、なんとね、無料なんですよ。そう。まあ、別途ですね、有料ダウンロードコンテンツで追加要素もございますが、この2点に関しては無料アップデートで実装される予定となっていると。で、具体的な内容なんだけど、こちらの2点となっていると。フォトモードで使えるフォトフレーム、そしてモーションが追加となりますね。で、ラムローストに関しては、これ見るだけだと何のことやって思うかもしれませんが、ラムローストという特殊な敵を相手にしたミニゲームモードとなっていて、まあ、いわゆるその、本編とは、まあ一部関係はあるものの、ミニゲームみたいな、まあそういった位置づけとなっております。で、内容としましてはこちらとなっていて、で、ラムロースト2号、なんかロンドンブーツ2号とかみたいな感じになってんな。まあいいや、1号2号みたいな感じになってんだけど、で、2号に関しては時間内にハイスコアを目指す2号。前作では、最大ダメージがとんでもないことになってるね、これ。一重百千万、十万、百万ダメージがゲームの一通りの知識、やり込みが必要な実質的なゲーム最高難度のコンテンツとなっていたと。最大ダメージ100万ですごいよな。まあ、そんなところでラムロースト2号がこのような内容になっていると。で、ラムロースト3号に関しては特定の条件がで戦闘をクリアする3号。で、ラムロースト4号に関しては、今作から追加の4号、2号、3号の対戦相手を任意の魔物に変化させて楽しめると、まさにミニゲーム的なそういったポジションになっていて、まあこのようなね、かなり大きなアップデートが入る予定となってます。まあかなり大きいよね。だってこれさ、有料ではなくて無料だからね、まあかなり大きいかなっていうそういった認識ですね。で、次。なんと、無料アップデートが、まだ継続的に予定されていて、6月の末に、ゲーム最高難易度となる、レジェンド。ベリーハードを超えるレジェンド。こちらが実装されると。で、まあ、具体的にどれぐらい難しいのかっていうところは、もちろん現時点では、わかりませんが、ただ、ゲーム最高難易度っていうところなので、ベリーハードは間違いなく超えてくると。まあ、これもこれで楽しみなわけではあるんですが、まだしばらく先になってますね。で、それに加えて、無料ダウンロードコンテンツ、アトリエシリーズ、歴代 BGM パック。で、こちらもですね、6月の末に控えております。で、歴代アトリエシリーズの BGM をなんと、1000曲以上追加する BGM パックとなっていると。で、それに加えて7月になると、なんと今度は、これね、おそらく一番の目玉かなと思っているわけですが、無料ダウンロードコンテンツ、追加の地方、アスラーム、これはバート編、あ、バート辺境地域か。追加地方のアスラームバート辺境地域っていうものが追加予定となっていて、まあこちら追加地方となっていると。で、7月の末に配信予定と。
前倒しになることはおそらくないのかなっていう認識で、その中でじゃあこれって具体的に何なのかっていうところなんですが、ライザのアトリエ2の舞台となったオートアスラームバートに関連する辺境のマップが追加され、新しいワールドクエストも追加と、まあ要するにまるまる追加のストーリーがやってくると、そういった認識で間違いはございません。なので一地方あたりこのゲームっていうのは、まあやり込み要素とか、まあその他のノーマルクエストとかも含めると推定ではありますが20時間程度は遊ぶことできるんですよ。まあメインストーリーだけに絞れば、まあ7時間とか、まあ下手すると5時間ぐらいで終わっちゃうかもしれないんだけど、まあまあまあ全てやり込もうと思ったら多分15から20時間ぐらいかかると思うので、まあ大体それぐらいのボリューム感が追加となると、そのような予想ができるかと思いますね。なので大型アップデートというか、厳密には超大型アップデートみたいな、まあそういった位置づけでしょうね。なので舐めちゃダメよこれ。実質ね、本当にとんでもないアップデートだと思うから、これは本当に楽しみだなと思いました。で、1点ですね、懸念点としましてはこちらですね。7月の末と書かれている通り、今ね動画撮ってるのが3月の末となっていて、まあそれを考えると4ヶ月後となっていると。で、4ヶ月って相当長いので、まあそれまでに飽きる方がどんどん出てきそうな感じがするから、ちょっとそこのところがですね、懸念点ではあるんですが、ぜひ皆さん7月まで楽しんでいきましょう。で、これとは別に有料ダウンロードコンテンツ、こちらも実装される予定ですね。ですので、それを考えると、やばいっすね。だって有料ダウンロードコンテンツで追加地方もあるからね。なので、まあダブルで追加となるので、ぜひ皆さん楽しみに待っておきましょう。はい、ってことでそんな感じでございます。皆さんいかがだったでしょうか。まあ無料アップデートの予定ということで、こちらですね、公式から別途情報が出されていた内容でした。ただアップデートの内容としましては、まあ、本当にすごいいいよね。まあ率直な感想としましてはすごいいいんじゃないかなと思いました。やっぱり目玉になってくるのが、まあ、さっきも言った通り、そう、例のあれですよ。例のあれだからな。まあ地方は本当にでかいよ。だからまあできれば有料ダウンロードコンテンツと重ねて遊んでいくっていうのがいいのかもしれません。ちなみに皆さん有料ダウンロードコンテンツは購入されましたか。確かデラックスエディション版であったりとか、あと単体買いとかもできるので、まあおそらく多くの方が単体買いになるんじゃないかな。まあ別途補足をさせていただくと、有料ダウンロードコンテンツの地方がね、確か880円、1000円ぐらいで購入できた記憶がございますので、まあ、もしね気になる方はぜひ有料ダウンロードコンテンツ購入されてみたらどうでしょうか。はい、まあダウンロードコンテンツはねやっぱり買うべきだよな、地方だけでも。で、それとは別にレシピも確かあったんだけど、まあレシピはどちらかというとウォントみたいな感じでしょうか。まあできれば買いたいみたいな感じなんですが、まあできるだけ買った方がいいのかなっていうところですね。ちなみにコスチュームセットもね有料ダウンロードコンテンツであるわけなんだけど、あれめちゃくちゃ高いよね。2400円ぐらいするんだけど、そうめちゃくちゃ高いからさ、あれどうにかならないかな。もうちょっと安ければ嬉しいんだけどね。そしてこの敵めちゃくちゃ強えな。ちょっと流れでやってたんだけどさ、めちゃくちゃ強くないですか。強いっていうか俺の装備が弱すぎるのか、ちょっとけじって作ってなかったからさ、今の今までこの装備でやってきたわけですが、いよいよ作らないといけないのか。これいける？行くしかないか。 60% きた、来ました、無敵。シンセサイズ効果微妙、微妙だな、んか中か。まあとりあえずちょっとゲットできましたね。 OKOK、
いやーちょっと攻撃力やばいっすね。自分たちの攻撃力が低すぎる剣について、あまりにも低すぎて、ちょっとこれ敵もビビってんじゃないか、弱すぎんぞお前らみたいな。待って、いきなり強くなりすぎじゃないですか。ここまで来るのにそんなになんか苦戦した記憶ないんだけど、めちゃくちゃ強えぞこれ敵。強えっていうか俺が弱すぎんのか。これめんどくせえな、逆にめんどくせえぞっていう。これに決めた。さあ行くわよ。いやこれちょっと異界オーリムなんだけど、ボスいけそう。やばいな、ちょっといける感じがしないね。正直あんまりいける感じがしない。これやばいぞ。みんなクリアできるのっていうか、装備を作るって話か。装備作りに行くか。この試合じゃねえわ戦い終わったらちょっと作りに行った方がいいですね。一応素材自体は持ってるから、素材自体あるので、ちょっと作っていくか、ケチってたの。ただこのゲームはやっぱりケチらずにどんどんなんか使っていた方がいいですね、経験的に。ということで、ちょっと厳しいところがあるんですが、まあ言ってもそんなに被弾がないので、まあゴリ押しでぶん殴れるんじゃないかなと思ってます。まあそれだよな、被弾せずにぶん殴ればいいだけだからさ、どうにもなるから。さあぶん殴れぶん殴れ、いけいけいけ。時間かかるな。いやーちょっと雑魚敵でこれはきついよ。まあ、雑魚敵の中でもただ最上級の強さなんだろうけど、ここのダンジョンで言うとこれはいただけないな。で敵が溜まっている、やばい、溜まる、溜まったねー。これやばいっすか、これガチでやばいやつじゃない、これガチでいかんやつじゃないの。全体攻撃じゃないよ、全体だったらちょっとやめてくださいね。いやちょっと待てよ、厳しいぞこれは。ギリギリすぎる、やばい、なんだこれ、ボス戦みたいになってんだけど。多分これでいけたはず。全然ダメージ入ってないんだけど、ちょっと待って、しょぼすぎないダメージ、むちゃくちゃしょぼいんだけど、やばい、泣きそうになるぐらいしょぼいね。できればもうちょっと頑張ってほしいんだけど無理そうだな。で演出はめちゃくちゃすごいんだけど、なんかあれっすね。ってことでオッケー、まあ、使ったのいいけど、あそんな食らってないな、そんな食らってはないが、状態異常が厳しいところ。これ何本ぐらいもらえるの、まあ、全然もらえない、もう絶対戦わないよもう。ってことでお疲れ様でした。ちょっと長引いてしまいましたね。ってことでお疲れ様です。いやーけどちょっと厳しいっすね、ここまで来ると。一応これラストダンジョンっていうか、ラスボスを除くとラストかですね。なのでちょっと頑張っていきましょう。であともうじきで終わりと聞いているので、ちょっと待って、戦いたくないよ、戦いたくないぜ、頼むぜ、やめてくれよ。ってことでお疲れ様でした、バイバイ。